春日大地です。本田です。杉です。ということで本日は静岡県にあります川名ホテルゴルフコース富士コース来ております。杉さん、本田さん、念願の回ってみたかった名門コースということで、というか昨日貸し切りコンペなんであんな雨だったんですかっていう、すいませんでした。杉さんは本当に精力的にコンペでは活躍してくれました。すいません。そんな杉さんへの恩返しも含めて今日川名ホテルぜひ回ってくださいということでご招待させていただきました。ありがとうございます。ついてきちゃったっす。いやもう今日はとにかく本当素晴らしい天気と、はい、この名門コースでエンジョイゴルフしてくださいっていう、はい、まあ、僕は何度かお邪魔してますけど、匠君初めてですか。そうですね。ビンゴルではもう何回もあったことなんです、ね、20アンダーくらい出てますか。20アンダーくらいビンゴルでは出てますね。ビンゴルでは20アンダーらしいんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。モタさんを元気づけるくらいですけど、モタさん応援コメントお待ちしてます。さあ行きましょう。はい、お願いします。お願いします。ということで後半もよろしくお願いいたします。こちらこそ。後半はアウトコース415ヤードのパー4。ここでドラコンホールやってました。へえ、打ち下ろし。当時バルドのドライバー使って、へえ、300何ヤードでなんかドラコン1位っていうのもらったんですね。へえ。お願いします。お願いします。ドマッスル。ど真ん中。前半はいくつでしたか、本さん。46です。お、ナイスプレー。ありがとうございます。ああ、左捕まっちゃった。電車が。本さん、左はワンペナだそうです。ありがとうございます。左に打ってもいいですよ。そういう。そういうゲームじゃないですよ。フェアウェイを狙ってください。一応狙いは。後半もお願いします。お願いします。9番アイアンくらいで打ちました今。9番で打ったんです。フェアウェイ。170ヤード6番アイアンです。いや完璧。なんじゃこれ。やった。ブラボー長友がいますけど。イエーイ。140P で、はい。すいません。はい、109ヤードです。52で。52です。右。どういう当たりこれ。乗りました。100ヤード52度。ちょっとクリーンヒットしたいですね、上から。ロブショットの打ち方でリリースしちゃってるんで。うん、ピン左奥。バンカーから行きます。ナイス。ちょっと距離残りましたが、上りのフックの3、4、5打目。もう意外と曲がらない。ナイスターチ。うわ気持ちいい。曲がる。ウイキで。ナイスアーチ。オッケー。ナイスパスか。はい。ナイスパー。ナイス。ありがとうございます。記念日です今日は。川名でパーが取れた。やった。85アニバーサリーって書いてありますね。川名。行きます。はい。
モタさんのウェアと旗のピンの色がもう同じですね。オッケーですかね。はい、オッケーですけどやりましょう。続き。あ、やべえ。まあまあ、オッケーって言ったんでね。まあそれははい。ワイルドワイルド。411ヤード。すごい。すごいドロー。ナイス。海に抱かれて男ならば。397ヤードです、はい、ナイスパーから後半スタートしましたよ。やべ抑えたる。終わるのが早かった。抑えに行っちゃダメですよ。あ、ナイオンナイで。ワンペ。あ、ワンペですね。やった。ミンゴルでいうメーターマックスじゃなくて、あの半分くらいで打ってる感じですね。スイさん間違って押しちゃったみたいな、やり直せないみたいな。あ、ちょっとワンペ方向に木に当たって跳ね返ってきたりすればね。セカンド地点このように感じで、右は広くなってますけど傾斜してるんで意外と止まらない。鈴木さん5番円で190ヤードくらいあります。ダフって左ラフ170ヤードくらいですかね。モタさんからいい顔してるぞ。おお、ちょっとグリーンの右サイド。はい、140ヤードセンター方向。うん、ナイス。バンカー越えのふわっとアプローチになるか。ライはね、そんなにいい方じゃない。後発に行きます。はい、逆目っぽい横目。うん、ちょっとライが難しかったですね。まあ、練習です。はい、深く差しすぎないようにスイープ入れる。入れ方はいいんで、あとは強さをもうちょっと計算したい。行きました。たくみくんは疲れちゃったみたいです。昨日皆さんのおかげでしたコンペでたくさん働きましたからね。トップしてます。身長くらいの顎の高さ。おー、うまい。ナイス。下りスライス。曲がらない。そこはちょっと切れるの早い。ありがとうございます。さあ、スイさんスライスライン。うわー、うまい。しっかり打ってた。ありがとうございます。男らしい。かっこいい。やった。ありがとうございます。先生もかっこいいです。450ヤードパー5。はい、グリーンはね、こっちなんですけどね。うん、一気に上がってきます。ドーンって。そうは全然見えません。で、左行ったらもう250くらいで突き抜けちゃいます。はい、ワンペナなのでバンカーが3つくらい並んでますけど、その左上くらい。
真っすぐ。これやばい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 。あ、これやばい。やつ玉。420ヤード。3番パー5。右ドッグレッグ途中からガーンと打ち上げてきます。木の中です。しこりになってきます。さあ、本さん刻みます。おお、いいライン。めちゃくちゃこの木の。この向こう側くらい。いいです。ショートカット成功です。ありがとうございます。ここは距離こそ短いんですけど、ティーショットがとにかく難しくて、成功したら短いパー5っていう。5ですか ?5 です。でも結構上がっていきますから。あ、よかった。うま、え、どう、いいんじゃないですか。大丈夫です。戻ってきてましたね。ああ、戻ってきて、戻ってきて。あれだ、あれだ、あれだ。木の中に入りました。はい、狙い通りです。はい、あって出すだけですかね、これは。え7番でいきます。はい、7番。うお、ちょうど木の上。フェアウェイ左サイド、ナイス。アウトしました。本田さん、最高のポジションにティーショットしましたね。200の打ち上げくらいですか。うん、ユーティリティ。なかなかこのポジション来ないですよ。おお、いい。右からちょいドロー。え、バンカー。いや、でもナイスショットでした。ありがとうございます。さあ、杉さんからまだ160くらい打ち上げられてあります。いい音は木に当たった。かすって多分ショートです。ナイスショットでした。でもショット自体当たりね、当たりが良かった。ピンの頭だけちょろっと見えてます。だいぶ疲れました。91ヤード、90? 81ヤードの打ち上げ。81ヤード打ち上げ。58で58。すごい掘ってしまった。申し訳ないくらい。ありがとうございます。スラッシュ、わお。おい、ナイス。OK です。それ裏でも入るんですね。さあ、まだ結構下っててフックする。ノー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 、ちょっとイメージが出なかったか。いいか。よし。ああ、曲がっちゃった。ナイス。スッ。あ、いいストロークですね。ありがとうございます。ボギーです。お、ボギー。482ヤード。あとは想像にお任せ。何も見えません、先が。全然見えない。うわー、ちょっと右サイド。ちょい右ですか。右は広いって言ってました。右ラフかなって感じです。本当は左ズドンって言ったかったですけどね。右の林の中。パッ。
タッカートですね、スタッカート。右の林から7番アイアンで出します。おばばばばばどういうさっきより見えなくなった杉さんが、えなんかえー無理しちゃダメです。7番で7番でずっと言ってます。あー出てきた、出た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 、あの長当たりそうだった、ヤードクイーン。お、めっちゃナイス。うまいんじゃないこれ。おー帰還、フェアウェイまで持ってきました。フェアウェイまで帰還。187、6番や。はい、ちょいと右でも大丈夫。おーい最低。左バンカー方向大丈夫です。グリーン左のラフ67ヤード。ナイスアウト知りました。隣のコースから60度で67ヤード。わーっとどうだどうだ、ちょっと今日はこのミスが多いです。フェースを上に向けて入れないようにしたいですよね。こういうフェアウェイはラフの打ち方になっちゃって、もっと面を立てて前に飛ばす打ち方しないといけないです。ハンドファーストが足りないですね。ナイスナイスアプローチ。ちょっと頭だけしか見えておりませんが、バンカーにいます。止まって、うまいうまいうまい、ナイス。意外といかない。うおースライスじゃないですね。すごい。うわーちょっとだけ薄くスライス。ボギー。おーちょっと左に引っ掛けました。いや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 終わらないですよ。終わらない終わらない。お疲れ様でした。いやーこのパー52つ連続はちょっとチャンスなんですけどね。本当もっと気を抜くとすぐ終わるのを難しい。